さあやっていきましょう。うえうえ、すいません。物資聞こえないですね。あ、距離超える。バイギアさん、バイギアさん、バイギアさん、バイギアさん。今なんでもするって。何でもするって言ったよ。すいません。待てよ。ほら。おい。よろしくや。国歌を歌うのは使用なのか。国歌を歌うっていうのはもう使用なの。さあやっていきましょう。第3回戦となります。まっすぐ進んでいき、まず安名屋通っていきました。安名屋何名かおりましたか。おっと、スパイギア選手見えますね。あとはガオ選手、ほかアニシスキ選手、あと奥の方ではトトム選手、奥の方行ってますね。あ、予選第2回戦、はい、今修正しました。そのままポチンキ、そしてガトカ降りていきまして、今回はかなり中央寄りからどこにでも行けるという形になりました。ポチンキが今何名おりますかね。ポチンキ見ていきましょう。あ、でも今回ポチンキ少なめですね。2名、そして1、2、1、2、3、4、今回4チームですね。わらぶい、そしてスタンミ、レザー、あとあやたん5チーム、4チームです。奥で早速キルが行われましたね。ライム選手がワンキル取ってます。車も取っているし、かなり順調ではないでしょうか。周りにいますね。1名、シブチン選手が走って逃げている。それを見つけたライム選手、取りに行くんでしょうか。マグナムを何発か撃ちますが当てられない。逃げることには成功しましたね、シブチン選手。このまま、おっと、今回パルスは北西寄りですね。素晴らしい。前回までと違いまして、かなり寄りましたね。そしてこうなってくると、全然ね、まだジョージオポルのあたりにいないので、各プレイヤーの移動が気になってきますね。さあ、こちらキル行われまして、SG で残ったのキル取っていき、死に、スニーギフトがワンキル取っていく。さあ、ワンオンワン、ファンたちとワンオンワン。おーっと、扉、これ、爆弾見えていませんでしたが、SG ワンパー決めていき、ここに死体が2つ残りました。SG 決めていきましたね、スニーギフト選手。そのまま、まだ、さあ、こちら見ていきましょう。安根屋ですね。安根屋は今ビッグエイジ、そしてニニ選手、奥側ではスタイリッシュヌーブ選手とスパイキャー選手。このマンションのアイテムは全部完全に取れそうですね。
こちらでは、フロートと、デルちゃんチームがアイテム回収しています。すぐ南ヤバスチーム、こちらがアイテム回収中です。4チームですかね今現在。序盤でしたは結構キルスピードがありますね、大会の中だと。パルスがどの段階で来るかですかね。そしてまずここでもキルが起こりました。起こりましたのがラブンダー チーム選手ですね。カーを持っています。レベル3アーマーですか。いいですね。レベル3アーマーをすでに装備している。こちら花よあやたんごアイテム回収中です。その奥側ではラングが一人でアイテム回収中、 AK ですね。パルスが来るまで残り2分です。今回は今のところ最初の、ね、集落でのキルの試合が終わりまして、ある程度安定し始めていますかね。こちらスビニーなんかはもう完全にアイテム回収独占ですね。アイメ選手、そしてジェクスト選手2名アイテム回収中です。おっとバイク乗ってますよ。サヤメディアチーム、バイクの安定度見せてくれ。立ち乗りしてますよ、バイク立ち乗りしている。いいですね、アイテム回収。車撃っています、ナズナチーム。ただ倒しきることはできません。そうですね、ズラキあたりに行ければアイテムまた独占できるんですけども、行こうとするチームはいませんね今のところ。こちらかっこいいエルルが瀕死ですね。あ、1名いますね。これは2対1ですか。いや違いますか、これエルルが中に1人いて外に2名いるんですね。回復ないのがかなり厳しそうです。てかなんで来てないの、ね、なんでよくそれで大会出ようと思ったな。それ逆に昨日の裸で戦ったまま来ちゃった。昨日の気持ちのまま来ちゃった。相方どこにいるんですかね、スバッチ選手。おーっといる、正面 S12K、 その距離で S12K。 いやちょはっきりしよう。そこは一気に近づいて、ワン、ツー、スリー。いいですね、抜いてきました。ただ後ろにいる、横にいる、あと山の大津をカバーするかのように抜いていった。おーっと裸コンビが勝っていく。勝ちました、この HP が厳しい裸コンビ抜いてきましたね。残り生存が85人です。おわこがカードヘッドショットしてますね。おわこ選手がカードヘッドショット、この距離抜いていきます。おわこ選手、これは4倍スコープつけてますかね。あー見えてる。うわ抜いた、抜きました。もう一人が木の裏ですね。あ、完全にタイヤも抜いてますね、ホバック選手。タイヤ抜いていき、顔が出てくるのを待っているような、
そういう動きですかね。先に左右出て奥に逃げる。ただダメ。奥もまた逃げていくが、さすがに横移動は当てづらい。厳しそうですね。当てられませんでした。ただ今の遠距離で車をね壊したのはかなりでかいですね。タイヤ2個抜いて。パルスやってきています。こちらにいますのが、ちょっと待ってくださいね。コダックチーム。車の色もコダックです。もう完全コダック色で、コダックチームと言わんばかりのコダック感ですね。これはコダック。非常にコダック。ここ通りそう。完全スルー、ベストチーム。さあ、左側では？お、パルス来ますけど、あ、移動してますね。西側に移動しています。カノロバラブイチームバギー乗っている。僕の集落には2チームいますね。ただ近づきませんでした。他どうでしょうか。北側、となぜか船乗ってますね。奥、大航海時代、本日もやってきました。海にいればいいじゃないと、海にいれば勝てるじゃないと、この堅実というべき立ち回り、岩裏ごもりを今回もするんでしょうか、グリー選手。こちらは泳いでますね。え、なぜそこで、おー、ただ M249 持って、あーっと、これは取りに行ってたんですね。泳いで取ったの。いや、なんかもう努力賞をあげてもいい。あ、取りに来てる。あそこにいますよ、取った人も。すでに努力賞が今取ったから何もないっすよ。なんか何もねえじゃねえか。なんかなんで誰か取ったか、これ。おい、ここ取るやついるの。ないよ、なんか。え、ない、え、本当にないの。見てみ、なんかないよ。いや、マジでないじゃん。これバグか。バグだろ絶対。だろ、取るわけない。こんなとこまで取るわけないよな、誰も。っていう感じですかね。ガオス選手走っている。ランナー走っております。これ間に合いますか。なんかセーフゾーン入るまで。次のパルス北寄りですね。こちらは車、ビッグエイジ選手。そして今スバッチチームも中に入ってきました。止め方が豪快、止め方が豪快。こちらワンダウンしている。いや、止め方豪快だったもん。そらダウンするわ。そらそうよ。ワイフチーム、こちら境界上ですね。奥側に土選手がいますね。それはグレネードを投げて倒そうとしている。ただ届かない。もう一般、もう一番、もうワングレネード投げていき、これが当たるか。当たらない。なかなか当たりませんね。今ので教会にいるというのは分かりましたから、ヨックス選手ですね。これ V じゃなくてヨックス寿司選手。動きづらくはなりましたね。
後ろに逃げていく。まあ見えましたが撃ちませんでしたね。ミシェル・スカルト選手で先手前ビッケイ選手だけ倒すことはできましたが、なんとか片方は逃げ切りました。ニニック選手ですね。ビッグエイジ選手一人残され悲しみを背負う。死亡まで棒読みでしょうか。あ、まだただ乗ってますよ、乗ってますよ、まだ乗ってますよ、まだ乗ってますよ。どこに行こうというのかね。まだ後ろにいました。今いましたけど。さあ今リトルハピ選手が先ほどのボックス選手を車で跳ねてワンキル決めていき、ニック選手が未だバイクを乗っている。どこに行こうというのかね。何行くんでしょうかね。飛んだー、飛んだか。おっとこれは着地うまい。次のパルスが残り何分ですか。残り45秒ですね。正面いますよ。この選手この後ずっ、あ、え、あ、え、え、え、ちょっと待って、おかしいだろ今の、おかしいだろ今の挙動。 おい、スコータ、スコータか今。おかしいだろ今の挙動は。どう考えても行く先々にいますよ。こちら渋地選手います。一回階段下いる。うまいスルー。あー、中にもいる SG。 あー、ここで MP9 が光り SG 初弾外してしまいましたが倒されてしまいました。ヤバス撃ってますね。撃ってますよ。クロスボウを持ってません。クロスボウ持ってますよ。これクロスボウで抜いたらちょっとハイライトですよ。頼む、クロスボウ抜いてくれ。ハイライトを作ってくれ。ハイライトお願いします。一つ一つ頼む。一つハイライト頼めるか。さあこちらオーガーチーム奥、これワンダウンしてるんですよね。こちらシメヘリ選手どこから抜かれたんでしょうか。ベス選手が抜いてますか。ベス選手スカートヘッドショット遠距離ですね。ビト選手抜いていきました。これはどこでしょうか。あー、かなり遠距離ですね。リッキー選手、ただまだ一人残ってますから、さすがにあそこまではいけないですね。残り81人生存で、パルス第2弾が今収束し始めています。これはハムッチ・スタミ選手は南から、じりじりと。セーフゾーンに入ってきました。いや片方走ってるのに片方伏せててもこれ意味ないと思うんですけどね。こちら戦闘来ている山頂です。山いますのがゆつるぎ。そしたらこの半分挟めるように白とフラッペが、まずフラッペダウンしてからの、じゃ先にさ白ダウンしてからのフラッペが残り101受け取ってるのは有利ですか。倒していくダブルキル。エルノアがダブルキル決めてきました。そして蘇生、パルスギリギリこれを起こせますね。起こしていきました。こちらがあれも戦闘来てます。ダウンしていますね。すいません。パルスどうしようかな。こう見ようかな。 OK ですね。カノローワラブイ小谷中です。
さあ奥側にはタタタが、タタタこれ奥行ってますね。そしてこの間です。まあでも距離離れてますからこれ打ち合うことはないでしょう。おそらくこの小屋の中に入るのではないでしょうか。そうですね、おそらくこの小屋の中で動きますね。そしてこちら側ではこれ同棲してるような形。うわー、同棲ではないですね、ご近所付き合いモードですね。まあ、長くしていただこうといったところでしょうか。ヒメラギ選手が今これはセブン入りました。今回中央ですね、次の第3パルス。まっすぐ行き、どこに向かおうというのかね。この海東側の人口密度かなり高くなってきそうですね。北側ボイドチーム、先ほどの船のチームでしょうか。北から、え、そこから伏せて間に合う、この距離。そこから伏せて間に合う、これ。え、そのどういう距離判断。さあこちらその間にいるストームチーム、じっくり待ってますね。あ、車乗りますか、これは。さすがに そろそろ戦闘そうです。レーザーが撃ってますか、外撃ってますかね。ちょっとラグそうですね、サバが。さあ山上には4チーム、あ、5チームでしょうか。いや、え、こちらもすごいことになってますよ。何チーム、え、待って、ここすごいですね。何チームいます。 1,2,3 チームてか色が同じだから、もうなんかもう本当に同棲じゃないですかこれ。家族になろうよ。もう家族じゃないですか。もうなんで色同じなんだよ、どっちがどっちなんだよ。いや、おそらくこれ枠の色でチーム分けされてるんですけど、なんでこうよりにもよって同じ枠の色のチームが同じ家に入るんですかこれ。いや、おそらくこう2階と1階に分かれてると思います。そうです、2階1階に分かれてるんですね。こちら則人選手が今、そうですね、ちょっと不時着しましたが、不時着してます。そしてその奥ではわらぶいかなのチームがいますね。ホワコ選手また抜きましたか。 KR 抜きましたね。これはホワコ選手かなり抜いていきますよ。しっかりクリアリングをしている。残り生存者70人。この東側人口密度すごそうです。打っちゃってますね。やはりスパイギアスタイリッシュヌーブ選手かなりピンチ。スパイギアスタイリッシュヌーブ選手、これはピンチです。非常にピンチ。山側すでに1チーム見てますよね、おそらく。この状態どう打開していくか。スパイギア選手も HP 残り2割ですし、どちら側によるかですよね。どちら側から上陸するか。これ抜かれて、ここ川見てるチームいたら終わってましたね、これ。残り70人で円は南寄りです。おっしゃってますね。取りましたのがアヤタンゴ選手倒しまして、サヤメディアチーム勝ちました。北側で銃声です。こちらスタンミチーム勝ちましたね。スタンミハムチーム勝っていきました。ダブルキルどっちも倒していきましたね。残り64人です。フラググレードでキルしてきました。今1チーム、
カノロ選手奥に行く。そろそろまだ回しろいますよね、1チーム今いますね。ジャパンナンバーワンダムネシアチームが回しろいるんですよね。なんで気づければ先打ちできます。あーバレてるか。あー見えました、今見えましたね。ダムネシア選手おそらく気づきましたこれ。あー打ちますねこれ。あただこれはサイトがないのか。間に車が通る。カノローが一発撃たれて HP が6割程度、非常に厳しそうですね。そして引こうとしている。引いて、やった、引けないか。引こうとはしてますね。奥行ってます。今すれ違い通信。こちらトモム、お車からダイナミックショット食られないか。スパイギアがワンキル、川渡っている。先にセーフゾーンまで入りましたね。ただスパイギア選手ヘルメットがありません。こちら遠距離カーでダブルキル決めてきました。ジャパンナンバーワン、どちらも今 KR で倒してきましたね。エルール北側、車を撃っていく。そろそろ佳境です。エグゼクティブ車を運転してます。相方がワンダウンして、ユーリ選手も北に走る。パルスが厳しい、パルスが厳しいです。この段階からのパルスかなり痛い。この同性勝負勝ちましたのがライム、そしてイワシ。まだお互い残ってますが、お互い一人ずつダウンしている段階で、どっちが勝つか。さあ、ユージと M4 勝ち。起こせるか、起こしてもこれはもう無理ですね。これはライム選手、捨てていきたいが、起こしていく。至るところで勝負が起きています。残り51人です。カノロ、どちらも生き残って残り2人。その奥、ライ選手、そして、グレネードは飛んでくる？スモークでしょうか。あ、スモークですね。奥では今パイン選手がダウン。残り40人。至るところで銃声響いています。ロード、ジャラクサス、ロードジャラクサス！ここでハースストーン登場だ。ハースストーンの近く、ロードジャラクサス、ジャラクサスが今遠距離、遠方で抜いています。当ててますかね。サプレッサーつけてますね。遠距離抜こうとしている。スタミハムチ選手。こもっては打っての繰り返し。その南がやってきているのが、エオラ、そしてユツルキチーム。こちら側、カムイチロピン選手は、という土選手が、これ、橋下行こうとしてますが。おっと、こちらで、おお、これは見えてますか。まさかの川での試合。抜こうとしてますね。お互い一方的に分かってるといったそういう感じでしょうか。と、それを抜いてきました！タヤメリア選手！隙を見せてしまいました。川で泳いでる人魚多くないか、今回。フリーじゃないですか。フリー。完全にフリーじゃないですか。川の主釣り。ちょ、スタミ選手、もう一回浮き上がって。もう一回、俺ちょっと、この音バグが、オッケーです。この川狩りが出てくると怖いですよ。釣れますね。サヤメリア選手、これ釣れますよ。そう、奥側でのまた戦闘来ています。M249 を撃って暴れているのが、アイメ選手。車でぐるっと仲間ですね。ジェクト選手が周りを探索しています。
北側打っているカナロー選手、ワンダワンキルして一気にパルスの中に入っていきます。残り31人です。打ち合ってますね。今真上からの視点このような形になっています。川沿いの戦闘人口密度かなり多いですね。残り24人、おそらくそろそろ予選突破となりそうですが、スタイリッシュネーブ選手がダウンしてますね。残ったのがスパイギア選手のみといったところで、まだ心もとないのでなんとか生き残りたいところですよね。各自予選突破には24人はまだ少し怖い。アイメ選手ワンダウン、ジェクト選手のみと。さあこれ引いていくところ、うわー、クレバ大爆破。そしてその勢いで草のプレイヤー倒しました。今勢いです、引かれてますね、引かれてますね。こちらも最後残った踏ん切りでこう金魚の糞のように一気にポッとこう引いて、この草のプレイヤー倒しましたね。さあカナロー・ワラベチーム今の2人残っています。奥ではワンダウンしてますが、リビューウィンクスチームまだ残ってますね。ど真ん中、すごい草原ど真ん中立ってますが、撃ち抜いています。残り19人です。正面撃ち合っている。ただ VSS 厳しいか、左右ワンダウンから、そこをしっかりと横ホワコがカバーに入っている。ホワコ7キルしています。南側ではスパイギアかなり厳しい立ち回り、HP 残り 20%。 山登ってパルスの中に入ろうとしているが、正面にチョプリン選手がいる。そして裏側にもシブチン選手挟まれていますね。後ろから抜かれてしまう。正面には着替える、これは厳しいか。正面立っている、これはおっと抜けるか、抜けませんでした、抜いてきました。さあこの木通っていったが、そこシブチン選手後ろからばったら、あっちへの予測予選突破しますか。残り8人です。今のプレイヤー全員予選突破ですね。これは凄まじい。ただここで今残り8人となりました。凄まじい立ち回り各自行っています。これはすごいですね。スターミ選手遠距離死体ですかね、今死体打ち抜いてました。おそらく間違えたんでしょう。カノロ選手、南側にシブチン選手打ち抜いてきたいといった立ち回り。奥には HP かなり厳しいですが、ユツルギ選手が2名、ユツルギ、エロナチームが2名たいますから、銃声を出したくはないですね。そのすぐ上にいますのがリビューチーム。おーっとこの車のところからカナロをダウンさせて、このツルツルの頭がワンキル。そしてワラブイ木の裏、場所的にバレてるか。オープンスタンビ選手狙ってますね。その間ワラブイ選手が山下イワルワラのチームシブチン選手を倒しまして、さらにダブルキル、ワラブイダブルキル。カナロー選手を起こしていきたいところ、そこを起こせる時間ありますね、起こせる時間あります。残り6人です。いい感じに距離も空いていますが、セーフゾーン1ガチ有利ですね、スタンミハムッチチーム。位置的にはガチで有利です、これ。さあ、両者2名がやってくる。ハムッチ、スタンミどう動くか。先に、ワラブイカナローチーム、セーフゾーン入れましたね。そして、さっきどちらが打ち合うか。カノー打っちゃった。カノー打っちゃって、打ち抜きを抜いていくか、HP の残りでお互い、あ、バレだ！パルスの中に自分が入ってしまう！パルスの中に入ってしまう！カノーギリギリパルス入れるか、入れない！残り4名です。ワラブイとして、残ってるスタンミは、キルできない！スタンミ最後決めていきました。そして最後、ハムッチですね。ハムッチ選手がワラブイを倒して、優勝がスタンミハムチーム。予選第3回戦優勝は、スタンミハムチームです。おめでとうございます。2位カナロー・ワラブイチーム、3位エロナヤ・ユツルギチーム、4位、リビュー、スキュアンス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 チーム、5位シブチン、パンサーチーム、そして6位がスパイギア・スタイリッシュヌーブチーム、7位、カムイ・チョプリンチーム、8位がラベンダー、ゼルレッ
ゼルレッチチーム、9位がズレッチチーム、すみません読みづらいです、すみません読めないです、ごめんなさい。9位がホワコナズナチーム、